タクシュは中華人民共和国河北省中部の補定市に位置する研究市補定市の北部に位置し、首都北京に隣接している。北京や天津から自動車で資金という地理的条件のため、地下高騰など経済条件が悪化する北京からタクシュに拠点を移す企業や機関が相次いでいる。またタクシュには影市場という巨大なスタジオがあり、 テレビドラマの制作と撮影が盛んに行われている。寝台に設置された県を前進とする。関台には、軍、三国時代には義により、汎用軍の軍地とされた。624年に、当庁は汎用県と改称。769年には新設された拓州の管轄とされた。明朝が成立すると、県は廃止となり、管轄区域は、 タクの直轄とされた。1913年、修正廃止に伴いタクは、県に改変。1986年には、研究士に昇格し、タク市が成立し、現在に至る。タク市は中原から北に離れた辺地であったが、五冠末期には、劉備、関羽、張飛の三人が、県で旗揚げしたのをはじめ、タクは、五冠末の路職、北議大に、 地理書、推計中を表した地理学者、歴道元、全集六祖の絵の、創書大皇帝の長教員、北宋の儒学者、商用などの人材を次々と排出している。信代、拓州は北京から南へ出発して最初に着く州だったことから、県立帝は全国巡行の際に拓州を天下第一州と命名している。北京、天津、 保定の三都市が形成する三角形の中でも北京寄りに位置する。京高線が駅を拓州市内に置き、北京と河北省と石化城市を結ぶ高速鉄道、京国高速鉄道も駅を置く予定になっている。道路網は京国高速道路が市内を縦断する。また、一般国道、G.7 国道が市内を南北に縦貫し、老高速道路と接続している。 南の石火層からは2 1 0トル、固定からは8 9トル、北の北京、広瀬安門からは6 2トル。三海道、重鎮、一京都昇級経済技術開発区一つを管轄する。拓州総統、長住橋、金門港など。また劉備、関羽、張飛の三人を記念する三好よや張飛病なども、ある。ありがとうございます。